高田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、坂本と坂田の坂坂コンビでポイントゲッターズ松江シティの試合をお届けしたいなと思います。お願いします。いいですね。台風でしたけどね、試合どうなんだと思いました。5、4、3、2、1が中村、今井、上田、田村で中盤が西村、橋本、蓮沼、出岡、松木、フォワードが、川尾という順位になっています。で、ここ松江のスタメン、キーパー井上、ディフェンスが下村、宮内、馬場、ミッドフィールダーが秋根、佐藤が9番これです。あんまり何でもしましょう。ヒューマさん。ヒューマさんですね。はい。今日中1になっております。Yeah.
りしたプレーが多いんで、セカンドボールで決めると、まあ、結構大事なことかなと思います。拾えてますね。入りましたので、もう少し声を張っていきたいなと思います。
ちに。あなっていいじゃん。赤ちゃんに。はっきり。はっきり。相手は5-2-3みたいな感じで守備の時は守ってくる感じありますね。上げる。上げる。最後に抜け出してクロス。おお。スゴールの方に、はい。惜しかったですね。はい。あれ、これカウントされるんだね、シュートに。まあ、ただ鈴鹿ここまで何回も背後に。抜ける動きが、はい、そうですね、ここからチャンスはできてますね。PK ですかね。PK ではないですかね。のファールということですかね。微妙なところでしたね、今のは。時間ちょっとなくしたいですね。はい、
こをサイドバックが見るのかサイドハーフが見るのか、はあ、暑いんですかね、はい、暑い。セカンドセカンド浮きさせてセカンド、えい、はい、右手ちょっと見てけんか、はい、これ右上セカンド、月の突破から PK になりましたね。キッカー松木ですか、はい、ですね。しましたね。逆はついてましたけどね。まあ、切り替えですね。ここから。はい。ポジションは良かったと思います。そうですね、はい、はい、
方がいいですね。はい。ああ、ここもったいないですね。マイボールにしたいです。ちょっとボールに行けないとこうやって背後取られちゃうことも多くなってくるんで、はい、プレッシャーに行きたいですよね。ですね。左利きのアウトスイングで、はい。初めてのシュートですかね。松江さんは前半21分ですけど、ここで飲水タイムですね。風はありますけど結構ピッチ暑そうですね。やっぱりしっかりボールを握って主導権を持たないとなかなか後半きつくなってくると思うので、はい、ですね。緊急事態宣言出てますからね。練習場も使えないですし、こうやって試合も無観客になっておりますけど、やっぱりどうですか、観客が入ると違いますかね、サポーターの皆さん。はい、
9000円するんですか、あれ。あの、何ですか、パーマですか、あれは。当ててますよね、完全に。いや、わかんないぞ。はい、えい、当たっちゃってますね、あれは。9000円するんですね。彼とは大学で一緒なんですけど、大学も同期なんですよ。中京大学の、はい、サッカー部で同い年で。いや、あの髪型じゃなかったですね。そうです、足元がめっちゃ、そうです。ここは松出が左サイドからチャンスですね。そうですね、日本メスコーナーキックも、はい、ここは守りたいですね、しっかり集中して。鈴鹿のコーナーキックですね、右からそうですね、
シュートだと思います。はい、今のはどうなんですかね、まあ、シュートを予測してたんでしょうね。週後のシュート練習とかでも結構やってる形だったんで、はい、練習では枠いってましたね。出岡選手中盤の間のスペースに立ってビルドアップするっていう、その狙いが結構はっきりしてて、はい、
しいですね。なんで札幌来るんだって今井、絶対来れるんだって。川中選手ですか、7番。福島ですか。おお、そうなんですね。はいはい、あ、そうなんですね。ありましたね、が、はあ、20点ぐらい取ってるんですよね、確か3人で。伸びますね。あっちはい、そうですよね。はい、いや、セットプレーはチャンスになりますね。
ピードがないからだ。ですね。やっぱりボランチの脇のところにしっかり立ってくるんで、相手16番と7番の選手が、はい、でそこから背後に抜けたり足元で抜けたりするところが結構多いんで、そこをどう見るかですね。そうですね、あまり食いつきすぎるとそのセンターバックの背後っていうのは結構狙われたりしてるんで、ここですね。守り切りですね。対応するしかないですね。そうですね、ここフリーですね、やっぱり。もう残り1分とロスタイムですね、少々と。
守備が難しそうですよね。はい、前半どうですか、振り返ってみて。そうですね、はい、はい、はい、そうですね、はい、はい、後半どうなるか楽しみですね、はい。あと、J3 小学校を、目指すクラウドファンディングというのを、今、実施しております。クラウドファンディングの URL は、YouTube の概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらも、チェックしてください。よろしくお願いします。
じゃあ坂さん後半もよろしくお願いします。鈴鹿変わりましたね、選手が。はい、田村。違う、菊島ですね。そうですね、前に行って菊島が右サイドハーフですかね。で、松木がサイドバックになったと。視聴者の方からニグド選手について詳しく聞きたいですとのことがありますけど、はい、ニグド選手新加入で、坂さんは一緒にプレーしてるんでしたっけ、福島、1年間どういう選手なんですか。はい、はい、あ、そうなんですね。本当ですか。去年も、去年鹿児島ですよね。で、僕熊本にいたんで、たまに練習試合した時にいましたもんね。結構前の推進力があって出てけるボランチという。はい、残り10試合程度なので。そうですね。お、おセットプレー、橋本からのフリーキックを上田がフリーで合わせましたけど、バックの外でしたね。ですね。はい、ここ拾いたいですね、セカンド。一つコーナーの時のゾーンディフェンスとマンツーマンディフェンスのメリットデメリットを教えてくださいというの、はい、コメントが来ておりますけれど、坂さん守備の選手なんでどうですか。ああ、そうですね。はい、はい、おお、変わりましたね。松木のクロスから、はい、松木でしたね。4分ですね5分。ああ、
そうですね、マンツー、逆にゾーンのメリット、デメリットでいうと、はい、うん、はい、はい、うん、ゾーンのメリットですか、あ、はい、あ、はい、はい、結構本当に半々ぐらいですよね、ゾーンとマンツーの、はい、はい、はい、末のチャンスです。
くという感じ。はい、一回引いてハーフラインぐらいからプレッシャーかけ始めるという感じの守備ですね。そうですね、ロックもフリーで入られちゃうので、このボールの出しどころにプレッシャー行きたいですけどね。プレッシャー行きたいですね。22番の沢島選手ですかね、入ります。ですかね、ウィングバックで入ります。鈴鹿が、はい、入りましたね。ツートップ気味になりましたね。442ですかね。
縦パスが入るとスイッチになりますね。はい、危ないですね。はい、これニアをちょっと狙ってくる感じありますね。はい、はい、来ましたね。どっちが行くかはっきりしないと。おー、いいクロス入ってきた。ってなってないと思います、多分。入りましたね、あそこの。あれ16番 の, あの高畑選手ですか、のところが結構フリーになって、そこで結構さっきからターンされてますからね。はい、本当ですか。被ってないってことはもうかなり恐れられてるんじゃないですか、ね、知らないからこそやっぱり見た目が怖いっていうので。そうですね、ここしっかりと。まあでもシュート打っていくことが大事なんで、はい。
しいという、はい、狙いがあると思うので。ですね。大事ですね。このインスリー後の5分がまた大事ですね。はい。福島がフォワードに行って、はい、西村がいい突破しですね。はい、コーナーですね。後半1本目じゃないですかね、おそらく。ここでしっかり点を取りたいところですね。はい、選手交代ですね。はい、9番と7番が出て、19番14番が入るということですね。
そうですね、田村に代わって、はい、足元いいキック持ってますからね、合わせたいですね。いや、チャンスありましたけど、今井もフリーで。やはりでもなんか得点の匂いがしますね、セットプレーは。分ぐらいですね、ロスタイム出たらもう少しありますけれど、ここからきつくなってきますよね、体力的に。行くぞ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 行く
からね。はい。ですかね。飛びますね、それにしても。なんか国士官はロングスローの練習をするというふうに言ってましたけどね。中村も飛ぶじゃないですか。なんか大学時代ロングスローの練習をしたというふうに聞くし、はい、言ってました。そうですよ、はい。やりきりたいですね、ここしっかり。はい、コーナーですね。ちょっと上田が釣ってるかもしれないですね、橋を。あんだけジャンプしてたら来ますよね、足に。はい、そうですね。
ですね、後ろは、はい、まあ、佐藤、紅葉、そうですね、すごいですね、ライン設定が。いやー、ここは仕留めたいですね。はい、まだありますね、はい、はい、あと2人ですかね、はい、いい位置でフリーキックですね。ここ大事に行きたいですね。でしたね。まあ、ただ相手もラインが結構高く設定してるんでタイミングが難しいですよね。ですね、ロスタイム、はい、3分ですね。
ロスタイムは。はい、したいですね。そうですね、これディフェンスの時ってやっぱ変えづらいですもんね。はい、マイボールにならないですね。ここは押し込んでますね、松江が。変わりますね。ここ大事ですね。はい、もうラストワンプレーぐらいですかね。はい、終わりましたね。1対1で、同点ということで、今90分試合終了しました。やはり結構足もつってる選手も多かったので、暑さもあって、はい、かなり消耗した試合になりましたけどね。はい、まあ、ただ、鈴鹿としては引き分けということで勝ち点1を、積み上げたということで、まあ、これが、J3 昇格に向けて最後の方、リーグ戦の最後の方でつながってくると思うので、はいですね。はい、次はあれですね。はい、ちょっとまた空いて、はい、はい、そして先ほども前半の終わりにも言いましたけれど、J3 昇格を目指すクラウドファンディングですね、を今、実施しております。ぜひそちらの方、YouTube の概要欄の方に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、1対1の同点でした。はい、坂田と、坂本でお送りしました。ありがとうございました。